リベッツ移籍後の、初戦初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の勝因を教えてください。そうですね、まあ、こう新天地に来たっていうこともあって、まあ、プレッシャーもあったんですけど、まあ、それよりもこう楽しく、まあ、自分らしくプレーできたっていうのが、本当に今日は勝因だったんじゃないかなというふうに思いますし、初めてそのアウェーにもかかわらずファンの方が、応援後ろからしていただいて、それが本当にプレーしてて本当に心地よくて、まあ、嬉しかったです。もう試合を後ろから見ててもすっごい安心して見れました。さすがっすね。いやいやいやまあちょっと修正する点はいくつかあるんですけど、まあ本当に、まあ、とりあえず勝てたってことは、まあ、よかったかなと思います。さっきも話に出てきたんですけど、やっぱ岡山の応援ってすごいと思いますか？そうですね、やっぱこうなんか感じたことのない応援といいますか、本当に、あれだけ、アウェーにもかかわらず応援してくれるっていうのは本当に選手としても、まあ、嬉しいですし、まあ、今度 のホーム戦がすごく、楽しみです。じゃあ最後次戦のホーム戦に向けてぜひ一言お願いします。はい、まあ、次戦は、2連戦ホーム戦になるんですけども、まあ、今日の感じで、まあ、楽しみつつ自分らしいプレーをして、まあ、ホーム、2連戦、2勝できるように頑張っていきたいと思います。応援引き続きよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。